皆さんこんにちは。パーソナルファッションスタイリストの三好凛花です。本日はプチプラ以上、そしてデパートブランド未満、そんなこのゾーンにあるとっても日常使いに便利な通勤着に使えるブランドについてのお話をしてみたいと思います。どうしても毎日の通勤で洋服を着るとなると惜しみなく着れるっていうのもすごい大事なことです。だからといって惜しみなく着れるからって言って全部プチプラだと、見た目も自分の気持ちもちょっとお仕事で働いてる時に着るにはなんとなくこうモチベーションが下がりますよね。ですのでプチプラよりも少し高めの金額でデパートブランド、デパートの国産キャリアの大手のそういうブランドさんとかセレクトさんとかそういったお店よりも少し抑えめ、だいたい1万円弱から1万円前後ぐらいでワンアイテムが買えるような、こう1万5000円を超えないようなね、そういうようなブランドについて今日はお伝えしていきたいと思います。まずそういうブランドがどういうふうにこう価格によって物が違うかっていうのを先にお伝えしておきますね。パッドを見て分かりやすく違うのが素材と縫製面です。素材と縫製に関してはプチプラより上になります。ファーストファッションとかプチプラのユニクロさんとかだと出回ってる数が違うので、被ることが非常に多かったりもしますよね。そういった心配がやはり少し少なくなります。デパートブランドとどういうふうに違うかっていうと、型紙、型紙っていうのはこういう、これはニットですけれども、お洋服を作る元の型、その型紙によって着た時のシルエットが変わってくるんですね。その部分がデパートブランドとかセレクトショップのように時間をかけてそのターゲットに合わせた型紙を作っていたりはしないので、やっぱりそういう面では下になります。上手に選べばデパートブランドと同列にも見えますし、上手にコーディネートすれば十分高見えするような、そういうアイテムです。そういうのが売ってるのがこれからご紹介する4つのブランドになります。この4つのブランドはどこでもジャケットも買えますし、スーツも買うことができます。ただ普段のオフィスカジュアルとして、ちょっとしたビジネスカジュアルとしてスーツとかジャケットとか、それからニットとかボトムとかっていう風なコーディネートにはとっても使いやすいし、ガンガン着てガンガン使ってっていう風な形で消耗品として考えるにはとってもおすすめですけれども、40代以上の方は特にきちんとしたスーツが欲しいとか、ご自身のなんて言うんでしょう、ステージがアップするような、ご自身を持ち上げてくれるような印象に持っていってくれるスーツには若干こう満たないっていう感じではあります。まず一つ目のブランドがプラステです。皆さんもご存知でいらっしゃる方もいらっしゃいますよね。すでに購入してるわっていう方もいらっしゃるかもしれません。だいたい価格的にはパンツとかが7000円から8000円ぐらい、そして、ジャケットとかが1万5000円ぐらい、トップスに関してはニットなんかでも5000円台から十分着られるような、30代ぐらいからの女性にぴったりのアイテムがたくさんです。でプラステさんでおすすめなのがやっぱりパンツ類ですね。こう先に細くなってるようなアンクル丈のテーパードパンツなんかも形が合えばすごく綺麗ですし、ワイドパンツなんかもすごくたくさん種類があります。ただしワイドパンツの場合はタック付きのものが多いので、骨格タイプでストレートさんなんかですと少しこう厚み立体感が出て着太りする可能性もあります。でかなりこうサイズの幅が広いので、どなたでもこう着やすいようなパンツが比較的に見つかりやすいですね。ただしトップスはあんまりそこまでサイズは多くありません。だいたいそうですね、ニットとか
ブラウス、そういったものは S からがメインになっていて、 S と M だけだったりとか、まあ、あっても L までっていう感じで、少しゆったりしたサイズ感かなとは思います。75サイズでもこう骨格タイプが薄い方とか小柄な方なんかだと、少しあのプラス3の S は大きめになっちゃうかもしれません。逆にゆったりめが欲しい方にはちょうどいいブランドだと思います。はい、そして2つ目のブランドですね。こちらは RU、 丸井さんのオリジナルブランドです。ここの RU も非常にボトムが優秀です。しかもサイズ展開が XXS の小さいものから 5L とか 7L の本当に大きいサイズまですごくたくさんあるんですね。だからぽっちゃりさんで普通の L サイズじゃきついわっていう方は、確実に丸井の RU さんではサイズが見つかります。あとですね、もちろんテーパードのパンツもありますし、デニムみたいなファイブポケットの形のパンツ、カジュアルなパンツもあります。そしてワイドパンツなんかはタック付きもありますけれども、タックなしでセンタープレスがついたような綺麗めのものがあります。だからプラステでタック付きのワイドパンツよりも、丸井さんの RU のタックなしのセンタープレスのパンツの方がすっきり見えたりするので、体型によってはショッピング動向でそちらをおすすめすることも多いです。使いやすいものも非常にたくさんありますので、ちょっと今まで見たことない方はぜひ覗いてみてください。はい、では3つ目のブランドですね。3つ目のブランドはスーツカンパニーさんです。スーツカンパニーさんって聞くとメンズのスーツとかビジネスウェア あのブランドさんっていうふうに思うかもしれません。あと若い人のブランドだなって思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、スーツカンパニーさんっていうのは名のごとくジャケットとかスーツが非常に得意なんですけれども、それだけじゃなくてインナーとかニットとかトップス、そしてスカート、そういったものもたくさん実は置いていて、比較的価格が抑えめなんですね。そして私がスーツカンパニーさんの中でおすすめするのはジャケット。今回ご紹介している4つのブランドの中で一番作りがしっかりしています。実はまあメンズのスーツカンパニーさんもそうなんですけれども、ジャケットの型だけじゃなくって、裏地とか芯地とか、そういう作りとか型紙とか縫製、そういった面が他のブランド、同じ値段ぐらいのブランドさんに比べると比較的きちんと作られていて、結構長く着られます。あと上下バラバラのセットアップとか、そういったカジュアルにもスーツカンパニーさんはおすすめです。最後4つ目、これは高島屋さんのスーツ売り場、スーツクローゼットっていう売り場があるんですけれども、そこになります。そこはもちろんいろんな国産キャリアブランドですとか、そういったいろんなブランドのスーツが取りまとめで置いてあるんですけれども、それだけじゃなくって、高島屋さん自身のそのスーツクローゼットさん自身のオリジナルのスーツも置かれています。そしてそのスーツクローゼットさんのオリジナルのスーツとかジャケットが非常にお手頃で使えるものが多いです。もっと軽くジャケットを着たいっていう方なんかは、先ほどのスーツカンパニーさん同様、スーツクローゼットさんもおすすめです。あとインナーとかそういったものも置いてありますし、ワンピースとかそういったものも形状に合わせて置いてあったりします。ワールドさんとかオンワード柏山さんとか、スーツとそれからそのスーツクローゼットのスーツが同じ売り場にあるので、着比べてみることもできます。だからどちらかというとオフィスカジュアルっていうよりも、ちょっとジャケットが欲しいとかそういった時に覗いてみるのもいいと思います。以上ですね、4つのブランドをご紹介させていただきました。本当に日常着使いに
数が欲しいとか買い替えたいとか、ちょっと新しい色にチャレンジしたいとか、そういった時プチプラだとちょっとなと思う方には非常におすすめなブランドですので、ぜひ一度行ったことないところがありましたら覗いてみていただければと思います。今日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。パーソナルファッションスタイリスト、スーツスタイリストの三好凛花がお届けしました。どうもありがとうございました。